こんにちは、はい、なんと掛布さんがバラしちゃいました。ポロリしちゃった。ちょっと待ってよ、その前に、はい、可愛い後輩の話でしょ俺の、はい、中央大学の。あ、こちらももうポロリしちゃっていいですか。何が。そうなんです、ポロリしちゃった。お前もポロリするの。しないの。したらバンされます。あ、そうか。大変なことになっちゃ う、ね、してもいいんだったらハプニングあるかもしれないですけど、はい、なんと掛布さんが20日のテレビの解説でポロリということで、森下選手開幕3番バレちゃったということで。まあまだ分かんないけどな。分かんないけど、いや、これからお前オープン戦行くのにさ、はい、森下が打てなかったらそれは使おうにも使えないよ。そこありきですからね。それはありきだよ。だからそのバラしたバラさないというよりも、はい、構想の中に3番ということは入ってるということだけでね。そうなんです。で、3番森下選手、4番大山選手、5番佐藤輝明選手のクリーンナップを組めれば最高というふうに指揮官と話したことを、はいはい、おって言っちゃった。そうだね、うん、まあ俺もあの森下と会ってきたけどね、はい、まあ監督室に、まあ、岡田監督と入ってて、マネージャーの人が森下連れてきてくれた、わざわざ。そうなんですか。また森下の顔見ると、はい、俺はなんでここに来たんだろうみたいな顔してるんだよお前挨拶せんかとか。豊さんの存在もちろん知ってますもんね。知らなかったんだよ。それはないですよ。岡田監督が、いや本当にお前挨拶せんかとか言って、はい、誰に挨拶すんだよみたいな顔なんだよお前大学の先輩って知らないかって言って、はい、俺の名前すら多分知らなかったと思う。スーパーカードリオ YouTube も見てないんだよ。あ、ちょっと多分昭和の人間なんだよ昭和はこっち。あ、俺な。そうそう。いや、先輩だっていうのを聞いて、はい、で表情がやらんで和んで、はい、あの写真も撮ってきたけど。あ、撮ってきた。撮ってきた。印象はまずどうでした、森下選手。あ、やっぱ体がいいな、体いい体してる。うん、お前肉バラなんかしてんじゃないよとか、すみませんとか言ってたけどさ、はい、すみませんって俺に言われてもしょうがないんだけどさ、うん、頑張れよとか言ってた。はい、頑張りますとか言って。で、まあすぐ。あの一箇所バッティングみたいなのを岡田監督と一緒にゲージの後ろで見れたんだけど、はい、完全に引っ張るというよりもやっぱ広角に打っていこうとするバッターだな。んー、でやっぱバットは振れる、はい、振れるけど振りすぎじゃないかっていうふうに、まあ、前の動画でも言ったんだけど、はい、まだ荒削りでいいのかなっていう。ただあれだけ振れるっていうのはやっぱ魅力だなっていうのは思ったけどね。あ、そうなんですね。で岡田監督もまあ、例えば追い込まれてから、はい、まあ、ファールでちょっと粘った時があったんだけど、うん、あれをファールにできるっていうのは、まあ、しっかり頭の中に意識があるよねっていうような、すごいファールの打ち方も、まあ、ファールで逃げるっていう打ち方もできてたし、はい、だから非常に非凡なものを感じてきたけどね。お、うん、まあ、そもそもはやっぱクリーンアップ打つ選手っていうタイプ、まあ、それでね取ってるけどもね、はい、うん、まあ、浅野と競合になったから、うん、でも岡田監督は、まあ、どっちでもよかったんだ本当にって、うんうん、で森下取れたのは森下は即戦力で、浅野は浅野で、まあ、将来的なっていうの、まあ、どっちでもよかったんだけどみたいな。うん、うん、だからまあ森下が取れたんで、まあ、別にっていうふうな、はい、そのぐらいの逸材なんだよね。お、森下どうなんですかって、まあ、先輩の牧とかいるじゃないですか、うん、まあ秋より上よとか言ったわ。本当ですか、ほらおうよって言ってた。これまた出た。いや本当に本当ですか。いや、そのぐらい上行くぐらいの感じになってくるよって森下がって、これだけやっぱ振れるもんって言ってたよ。だそのぐらいやっぱ岡田監督の中で森下の評価っていうのは高かった。いいんですね、牧選手より上っていう評価、うん、いや、まあ、確かに牧はまとまっててね、はい、あのコンサントっていうことはあるにしても、やっぱ森下には爆発力があると、うん、そのうちやっぱ牧を超えていくんじゃないかって言って、そのぐらい期待していいですかって言ったら全然いいよと。あ、そうなんだ。あ、そのぐらいあの魅力を岡田監督は感じてる逸材だよね。やっぱりそうなんですね。ああ、ね、練習試合でもヒット2安打打ったりとか、うん、やっぱりすごいアピールというか使いたくなるようなやっぱりバッティングだったりとか結果とか残してきてる。まあそうだね、まあ、それとやっぱり1球振るごとにやっぱこうよく考えてる、いろいろポイントであったりだとか、打つ形であったりだとか、いろいろこう考えてるね、1球1球。うん、だからまあ賢いやつだろうなと思ったけど、先輩の顔ぶれは覚えとけとそれはそうですよね。あのプロに入ってくるんだったら最低、ね、大学の先輩が解説やってるにしても、うん、ね、YouTube やってるにしても、接する機会が人よりも多いわけだから、うん、いやそうですよ。だからそれは覚えとけと。もうそうですよね。で対戦相手にも先輩がいたら、はい、挨拶行けよと、ちゃんと、うん、中大調べてね、まあ、これは人として行けよと、はい、
はい、その野球部が厳しいとかそういうことじゃなく、うん、やっぱり人として生きなさい。そうですよね、うん、豊さんもやっぱり中大卒業して1年入ってきた時に解説で中大の OB の方来たらやっぱりもうそこはいやそりゃそうだよ、ね、ちゃんと覚えてて挨拶行くっていう。そうそう、牧なんかはさ、ジャイアンツに中央の、はい、あのフロントに入ってる子が堀田がいて電話かかってきて、はい、豊さんなんか牧が電話で挨拶したいって言うから、うん、電話番号教えていていいですかって言うから、あいいよって、はい、一向にかかってこない。えいやそれで動画で言ったじゃん。あマキお前どうなってんのって、はい、俺さ慌てて電話かかってきて父さんすいませんでしたって、あ頑張れよとかいう話です、はい、マキはまだ存在を知っててくれたんですさ一生かかってもおそらくかかってこなかったな、森下からね。そうですね、なぜなら存在を知らなかった。そうそうそう、まあそのぐらい薄い感じなんだけど、いやいやそんなことはないです、まあ、だけどそのぐらいはやっぱり勉強しておいた方がいい。そうですね、プロに入った以上はやっぱり。だからプロ野球ニュースも YouTube も何も見てないというね。何を見てるんだ、俺の存在を全く無視。そうですよね、そういう面では牧野の方が俺の中では上だよ。評価がね、評価これがこう変わってくるかもわからないけどね。そうですね、今後の対応によっては変わってきてほしいけどね もうね、新之助にも挨拶行かねえんじゃないかと思って心配してんだよ。あ、安倍さん、うん、新之助に言ったけど仮面は無視とかさ、やめろよ、まあ、ちゃんと先輩2人いるんだから。でもそれはありえるかもしれない。そうですよ ね、それちゃんとね、うん、あの調べてネットで今出てるのでちゃんと、まあ、そんな小さいことは話はいいんだけどさ、はい、やっぱ森下はやっぱ岡田監督がものすごい期待してるように、うん、まあ、本当にいいものを持ってる。持ってるんですね、うん、で他の記事によると岡田監督はその3番は一応ノイジーが最有力候補だと、で今ちょっと腰の張りで別メニューなのでっていうところで、練習試合などその3番だったりで、一応6番で、中日戦、森下選手を使うというふうに発言していたりとか、とにかくその3番を右打者にしたいっていうのを、まあそうだね、はい、記事で出てて、やっぱり1番近本、2番中野になってくると、うん、やっぱ3番サトテルにはならないんだよね。 3枚は続けないと思うから、だから右になるよね、だからノイジーか森下になる。でまあ、現在だと3番とやっぱ6番が空いてるから、そこにはめさせたいっていう思いもあるようなんですけれども、だから、まあ、岡田監督っていうのは、うん、鳥谷をね、はい、思い切って抜擢したように、それまで入ってきてから使ってもらえなかったので、岡田監督になったらすぐ使うようになってね、はい、まあ、あれだけの選手にしたんだけどさ、まあ、そういう風にしてもらえると嬉しいよな、後輩をね。そうですよね、ああ森下はね、先輩の名前知らなくてまた強調なんだっけ。これででももう YouTube やってることは存在としては知ったんですよね、きっと森下さん選手。多分見てたら森下が誰かに俺の電話番号を聞いてかけてくるよもし見てたらね、この YouTube、あの監督も俺の携帯知ってるし、平田も知ってる、はい、岡田監督に豊さんのっては言えない。言えない、それ言えない、うん、平田勝夫だったら言えるわ、はい、聞いて一歩森下ですと、ね、キャンプの時は失礼しましたみたいなまあこうなってくるともうさらに応援するよね、ま、ですよね。で牧選手のとの評価もこうどんどん逆転していきますよね。そうそうそう、昔ね10年ぐらい前だったかな、日本ハムのに村田っていう選手が、あの中央から入ったんだよ、はい、それも福良が呼んでくれたんだよ、あ今、はい、あのオリックスの GM やってる、はい、で、ああ村田ちょっと来いとか言って、はいとか言って来たんだよ、ルーキーの時にね、はい、キョトンとしてるの、え、何のことやろうみたいな、はい、お前先輩に挨拶せえよって、えみたいな、誰ですかみたいな誰ですかまあそういうことがあったから、はい、免疫は多少残ってた、まだよかった、だからショックじゃない、そうです、笑いで済ましたけど、その時はね、そうそうそう、うん、まあだけど、はい、後輩って知らなくても可愛いもんだからさ、まあそうですね、頑張ってほしいしな。あのこれで3番に森下選手が入るとどんな野球に、まあ、打線のつながりか、いやただ森下が打てるかどうかだよね、うん、最初からこう馴染んでスタートよくいければ、はい、これはやっぱ強力になるよ、うん、森下のタイプって勝負強さ持ってると思う、おー、うん、岡田監督も言ってたけど甲子園で30発打てなんて国で言えないよって、うんうん、だからもう打点だなって、勝負強さだなって、うん、そこは求めると。そうですね、うん、だから森下っていうのはこう全体的な雰囲気とかタイプ的には勝負強さを持ってると思うんだよね、うん、4番誰ですかって言ったら大山って言ってたからさ、はい、森下大山ってつながるとこの勝負強さのねつながるとやっぱいいよな。そうですよね、うん、豊さんが監督であれば開幕3番森下選手にしたいか6番森下選手にしたいかとかってあります？
やっぱり6番ぐらいからスタートさせてやりたいなとは思うけどね、はい、やっぱ3番って意識も強いしさ、はい、6番だな最初はれ、まあ、ちょっと楽をさせるつもりはないにしても、うん、慣れるのにね、はい、6番の方がチーム的に、でも6番って回ってくるんだよねそうですね、いいところが、うん、1、2番が足が速いでしょ、3番打ってるとさ、その1つの凡打を有効にしてくれるんだよね、走者が。まあ、例えばランナーサードでゴロ転がしたら1点取れるとかさ、はい、しかも選手帰ってこれます、ね、6番で大山がいたり里輝がいたり、まあ、里輝は足が速いんだけど、はい、走塁で助けるっていうことはそんなに考えられないんだよ、はい、3番だと助けてくれるっていうのが近本、うん、中野はね、そうですね、打点も つきますしね、森下選手に、うん、だから、まあ、難しいところやな、そうですね、3がいいのか6がいいのか、うん、そうだな、うん、まあ、3番が似合うタイプではあるよ、あ、まあ、ゆくゆくはそうですね、ゆくゆくはね、うん、ただ3番で走れって言ったらまた肉離れしたいから、まあ、6番ぐらいがいいんじゃない、そうそう、無理せずにっていうところですかね、そうそうそう、開幕ね、ちょっと楽しみですね、開幕どういうオーダーを組んでくるのか、まあ、横浜戦だから相当意識が強いから、それとやっぱりこう頭の中で左っていうふうに岡田監督が考えてるから、相手の先発ピッチャーがね、うん、一人、まあ、右が来たとしても2枚は左じゃないかって思うとね、はい、やっぱり右バッターの存在っていうのは阪神の中で大きくなるから、はい、そういう意味では森下頑張れと、うん、ね、期待してますと、はい、電話も待ってますと、電話待ってます、はい